え？おいおい、何やってんの影千代。なの、こっちが聞きてえよ。どうも皆さん、こんにちは。プリッツとナナちゃんだ。うん、今日はね、何をするかというと、影、一段とだらしのない顔じゃの。ゲームすら自分でしなくなるとは、怠惰の極みじゃな。生きてる意味あるのか。うっせえな。ゲーム実況とか誰でも見んだろ。影ってば、依頼人だよ。へいへい、お願いします。僕の町の平和を守ってほしいんです。守るって何からですか？黄昏のモンスター。黄昏のモンスター。夜になるとどこからともなく現れる謎のモンスター集団です。正体も目的も分かりません。ただ町を蹂躙して気が済むと煙のように消えてしまうんです。モンスターが現れるようになって町の人たちもみんな逃げちゃって。あんたも逃げればいいんじゃないですか。これでも僕の家は代々町の長を務めてきたんです。簡単に逃げ出すわけにはいきません。どうかお願いします。私たち以外にも町の護衛を依頼してたんだね。ラッキー。こんなにいるならちょっとくらいサボってもバレねえじゃん。いや、この腕輪に討伐数が記録されるらしいぞ。報酬は討伐数が多いほど上がるそうだ。チッ、案外しっかりしてんな、あの依頼人。ああ、影千代、そこをどいてやってくれ。彼は横歩きしかできないらしい。ああ、それはすんません。ってなんでわかんだよ、シリ。しかし、異中人ばかりよくこんなに集めたな。二人とも、それぞれの持ち場に移動してくれだって。そろそろ新しいゲームとかもやりたいよな。それはわかります。なんかおすすめないですか？ゲーム実況とか楽そうでいいな。俺もやろっかな。そろそろ日が暮れるね。うん、二人とも無理だけはしないようにな。了解っと。ちょうどお出ましだぜ。ま、サクッと行きますか。は？あ、誰か倒れてる。あ、この声、さっきのモンスターにやられたのか？はお、復活した。はぁ、本物。どうも本物でーす。って、あれ、俺のこと知ってる感じ？ネタ系ゲーム実況者のプリッツさんでしょ。そりゃ知ってるわ。登録者100万人なめんな。いや、それ俺のセリフ。でもなんでここに？え、なんでって。うわ、出た。モンスター倒すために決まってるっしょ。そんなことまでできんの？ゲーム実況者だからね。そこは今関係なくね。でもそっちもやるじゃん。何今の技、かっこいいんだけど。あー、まあ特殊な事情ってやつで。レア装備じゃん、ずる。いや、装備ってゲームと同じテンションかよ。まあいいけど。それより俺、さっきなんか気になったような。なんだっけ。てかお兄さん、ソロ協力しない？まあ目的は同じだし、いいっすけど。よっしゃー、頑張ろうな。あ、名前何？影千代。影千代な。とりあえずナナティンと落ち合う約束してるから行こうぜ。え？え？消えた。こんな異中の生物は見たことがないな。手応えもないし、まるで何かの幻影と戦っているような。影千代たちが無事だといいが。どうもこんにちは、ナナちゃんだ。うー、で、あれ？ JK だ。頭にハイビスカス乗ってる JK。 なんで？めっちゃ怯えられてるし。怖くないよ、出ておいで。いや、無理無理無理、陰キャの本能で無理。意味わかんない。ナナティン、どんまい。じゃあ俺は今回は影千代と協力プレイするから。プリッツさん、シリヒサ、助けてくれ。思ったより数が多いな。影のやつサボってなきゃいいけど。あ、モンスターが3体。意志があるようには見えなかったけど、一緒にいるってことは仲間意識があるの？連携されたら厄介かも。影千代くん、仲良くしようよ。大丈夫やって影千代。ナーラティンはオタクに優しいタイプのギャルだから。ギャルじゃないですって。つーか、プリッツさんはともかく、なんで普通の JK がここにいんだよ。ゲームと同じノリで来られても。あ、なんだ、霊気。影千代、足が。何これ、氷？氷？やばいやばいやばい、めっちゃロックオンされてるって。私左から行きます。オッケー、影千代はやられないように頑張って。ちょっと待てよ、なんだこれ。氷で相手の動きを止めるこの戦い方、まるでヒサみてえな。
あの腕は。待てよ待てよ、そうだ、さっきもあいつの動き。影千代、そこをどいてやってくれ。彼は横歩きしかできないらしい。やめろ。え、うわ、びっくりした。何今の電気。あのモンスター、特殊能力ありすぎじゃないすか。モンスターの個体差あるのは凝ってるわ。そういうことかよ。そりゃゲーム気分なわけだよな。え、二人とも前前。うわー、おい、俺の足の氷を壊してくれ。え、おいおい、何やってんの。かけちよう。ナナ、こっちが聞きてえよ。なんでこんな、なクソ悪いゲームやらされてんだよ。え、影？なんで、女の子？何が起きてんの。ごめんな、大丈夫？もうだいぶ回復したんで。影は吸血鬼とゾンビのハーフでほぼ不死身なんです。でも痛いことには変わりないのに、私のせいでごめん。なんでヒサのせいなんだよ。お互いに敵に見えてたんだからしょうがねえだろ。っていうか何がどうなってんのかさっぱりなんだけど。まず確認させてほしいんすけど、そもそも二人はどういう経緯でここにいるんすか。どうって VR ゲームの体験プレイに招待されたんだよ。 VR ゲーム。俺もナーナティンも新しいゲームやってみたいなって思ってたからね。体験会場に行ってみたら中学生ぐらいの男の子がいて。ゲームが好きな皆さんなら一度は思ったことがあるでしょう。ゲームの世界に入ってみたいって。この装置はプレイヤー自身をコピーしてフィールドに送り込む意中の技術を使ったゲーム機なんです。もちろんプレイ中の負傷は本体には影響はありません。一定のダメージを負うとコピーは消えますけど、早い話がゲームオーバーです。やっぱりな、道理で二人のテンションがいつものゲーム実況まんまのわけだ。ねえ影、中学生くらいの男の子って。ああ、あの依頼に舐めたことしやがって。これではっきりした、最初からモンスターなんていねえんだよ。街を襲うモンスターを倒すために集められた異中人側とフリッツさんやナーナちゃん、おそらくこっちはプレイヤー側だな。この腕輪でお互いにモンスターだと錯覚させて戦わせてんだ。ちょっと待てよ、ってことはさ、俺らは自分でも気づかないうちに現実の世界で本物の人間相手に戦ってたってことだよな。私たちはダメージを受けてもコピーが消えてゲームオーバーになるだけなのに。影千代くんやひさめちゃんは本当に傷ついちゃうってこと。そういうこと。マジで胸クソ悪いゲームだぜ。思ったよりダメージが深い。ホルスの力がないと勝てない相手が出てくるとは誤算だった。Whoa!